下腹が気になる、前ももがどうしても張ってしまう、ストレッチ頑張ってるのに、そういった方におすすめなメニューを紹介します。ポイントとしては、下腹の腹筋を使う、腰をストレッチ、この2つが大切です。前もも気になる方、ストレッチする方多いと思いますが、それでは改善しないんです。前ももが張らない体作りが大切です。そこにおすすめなのが下腹の腹筋メニューです。それに加えてストレッチをやっていきますので、今回の動画を毎日行っていくことで2週間もあれば体のラインが改善します。動画を見ながらやっていきましょう。はい、まずは膝を抱えて腰を丸めて、このように動きます。腹筋使いながら腰のストレッチをします。いきましょう、スタート。上がるときにしっかり下を向いてください。あんまりね、こういう感じでバッタンバッタンしないように、腰を丸めて揺れる、これだけです。腰痛い方もね、小さく動いてください。これくらいでもいいです。とにかく腰を伸ばします。はい、 OK です。次は左右に足を抱えていきます。スタート。できれば上体を起こしたまま、下腹を使いながら腰のストレッチをしていきます。首疲れる方は寝てください。腰に隙間ができないように動かしてください。しっかり膝を抱えて、はい、 OK。 次はクランチの状態から膝をパカパカ動かします。腰をしっかりつけます。いきましょう、スタート。これ楽だよって方は足もう少し前で動かしてください。足はね、離れてもいいです。内ももをね、上向ける感じで、お腹引っ込めてないと腰が反れますので、しっかりお腹引っ込めて腰が離れないように動かしてください。はい、 OK。 次は交互に足を上げていきます。スタート。これだけでも腰が硬い人はね、痛いと思います。できれば膝曲がらないように、つま先も上げてしっかり伸ばしてください。足を下ろした時に腰が反れないようにね、腰をつけたまま足を下ろします。結構お腹に力入れないと腰が反れると思います。はい、 OK。 次は両足です。スタート。腰がね、浮いちゃう方はちょっとだけ膝を曲げてもいいです。こういう感じで少しだけ膝曲げて腰反れないように、足上げるときはね、足の力じゃなくて下腹使って上げてください。こういう感じです。よし、OK。 今度は自転車を逆に漕ぐ感じで足を動かします。スタート。こういう感じでね、膝抱えた時に腰のストレッチ、足を伸ばした時に下腹の腹筋を使います。楽だよって方は体を起こしてこのように動かしてください。首疲れる方は寝てください。少しです。はい、 OK。 今度は足を伸ばして上体を起こして、足を下げる際に体を起こす、これの繰り返しです。いきましょう、スタート。足を下ろすと同時に体を起こす。辛い方はね、片方投げるといいです。こういう感じでできる方は両足。結構下腹がね、疲れてきましたよね。しっかり腰丸めて、よし、 OK。 あー、だいぶ疲れてきた。はい、ここで一回ストレッチ含めましょう。膝抱えます。
タート。膝をね、息吐きながら膝抱えて腰を伸ばしてください。腰が硬い人はね、お腹が疲れる前に腰が痛くなるんで、できる方は体を起こして息吐きながら抱えます。腰丸めて、オッケー。はい、足を伸ばしてパンパン叩きます。これでお腹全体使いましょう。スタート。できる方は上体を起こして、首疲れる方は寝て、足伸ばして腰が浮いちゃう方は少し膝曲げて、こういう感じでね、パンパン叩く感じです。これで下腹とね、股関節周りしっかり鍛えることができます。楽だよって方はこういう感じ、これでね、しっかり腹筋の奥が使えます。よーし、オッケー。ラストはこのままキープ、膝を少し開く、いきましょう。スタート。これラストです。カエル足でキープするだけ。下腹触ってみてください。力入ってると思います。辛い方はね、ちょっと膝も曲げ目でもいいです。楽な方は足伸ばして結構遠くに持ってって膝開いてください。腰が浮かないようにですね、少しです。よーし、オッケー。お疲れ様でした。下腹をしっかり使う、腰のストレッチを行う、これ2つ同時に行うことで下腹ポッコリ、前ももの張りが解消されていきます。前ももストレッチしてもなかなか張りが取れない、反り腰が治んない、そういった方は今回のメニューを毎日やってみてください。頑張って最後までできたよって方はグッドボタンやコメントで教えてください。 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。